くだらない。ここ最近ずっとトーマを見て。何って言われてもきっと、どああいうやつが増えてきたから武士の魂も落ちぶれていったんだ。あいつの体にはモンドの。なるほど、道理で。なんでお嬢様はよりにもよってあんなやつ。はあ、最近ずっと雨が降ってるもんだから。お君たち、し、ただ休憩時間に雑。俺たちは忙しいんだ。ご苦労様。悪いね、ちょっとした用事があって。まあだが大したことじゃない。裏で罵って鬱憤を。そうだと思わ。うん、そうでないと今日はとことんリラックスしよう。ここは人が多い、どこか静かな。もちろん君を。無駄だ。前からずっと考えてたんだ。でもどこに行くかに。こういう時室内で。確かに、せっかくの休みなのに外を走り回るのはごめん。だったら木漏れ茶屋に行こう。静かにお茶を飲みながら雑談できる。あそこ以上。俺は先に行っていろいろ準備して。行くぞ。ようこそ。もう久しく。ちょうど食事の時間だ。さあ俺の料理を食べ。武勇亭にはかなわないかもしれないけど。どうしたの、そんな驚いた顔して。どうしてそんな誤解が。あの時は確かに変な食材。普通の料理はもちろん普通の方法で、とにかくしっかり味わって。どうやら俺の腕前はなかなか。ああ、一人で外を冒険するに。例えば君のマント、そのまま放っておくとほころびが全体に。後で俺が縫ってあげるよ。火星についてなら誰にも負けない自信がある。掃除、料理、縫い物、どれも。ん、何か問題でも。おいおい、もしかしてシャブ業の人たちに。それは難しいと思うよ。それを使ってみんなからの印象を変えるのはさすがに現実的。でもこの機に火星の一人一人が自分の生活を管。少し試してみようか。そうか、なら多くの人が来るかもしれないことを。机と椅子はこっちでどうにかする。本当かい。じゃあ任せたよ。そうだな、材料の用意ができたら。うまく授業が。これで材料は用意。ちょうどいい商人を。まずは彼女に。面白かったわい。行くぞ。ようこそオグラヤへ。って、トーマさんじゃないですか。今日は布地を買いに。今回新しく仕入れ。ああ、後でじっくり見させてもらうよ。何でしょう。でもどこに行って学生を探せばいい。火星科の授業では縫い物の技術も教えることになる。どうだろうか店主。もちろん問題ありません。確かに常連のお客様の。店を閉めた後に聞き。しかしその。ゆうこさん、彼女は以前お話したトーマさんの持つ。そうか、それじゃ。無駄だ。もう起き休みの。はあ、うち仕事型。私たち。こんにちは。あら、私シャブ業の近々。火星。はい、もちろん。どう思う。何回。
実最初のうちはお試し受験。なるほど。ただ質もちろん違う。仕事をするそのと私そうだ場内の音それじゃと。はい、風よ無駄だ。なるほど、私も若者よ。風最善を尽く神里家の家。よし、君の授業ではさて、行くぞ。正直初めて全てうまく。君はどれくらいの人が来る。そうだね、本当に不思議な。明日本日はまずは火星か。さあ早くトーマさんの授業が始まります。もちろんですよ、あなたの席も取っておきました。座っていし私からすれば特に夫婦にと。もし自分をよ。それは私がさ何ぼーっと。いやあなたとこんにちは。では続きを。長く続けるためには。はい、そこの方ぼーっとしな。授業なんですから真面目に聞いて。それとも、も、お庭を掃除しましょう。それようこそ。ちょうど食さあ武勇亭に。どうしたの、そんな驚いた顔。どうしてそ。あの時は普通の料理。とにかくどうやら俺の腕。ああ、例えば君そのまま放って後で俺が火星について掃除料理ん何か。おいおい、それは難。それを使ってみんなからの印象でも一人一人少したああ、机と椅子は後で。成功です。正直言う。しかしもちろん。いありがとうございます。つかぬこ古田さんは神里家の。まあ順調に。トーマさん何か一。いや火星か。しかしそれでした、百聞は一見にしかず。その意見にそうと決まさあ。それ。雑草を処理すれば
花がより綺麗に咲く。これで庭が片付いた。ついでに木に水をやろう。途中、結果何はともあれ、普段はいつも俺一人で、それじゃあまた明行くぞ、上田だ。こっちだよ。一丁いいっす。それじゃあこの機会に今回はでも他人の口さて、まずは親指側の糸を引っかき、なかなか飲みこ、そう、その時はこうして、何か私どもにできることがございましたらいつでも申し付けください。前からでもこういう時外に来て、もし休みの日はそれとも鳴上寺、そういえばどうかな。よかった、普段は俺は少し、くだらない。無駄だ。この場所、町の外れ、それを長く続けて、そうかい。そしてほら、この子たちが好きな食べ物を、安心して悪者にあだって君は。この場所、町の外れ、それを長く続けていたら、そうかい。そしてほら、この子たちが好きな食べ物をも、安心して悪者にあだって君は。ここに食べ物、こんなに犬がおな、太郎丸が、そういえば人間はふ、人間のあんな風に野外を頭を、でもよかった、普段は外で風、もしくはじゃあ、行くぞ。し、犬種や服、どうやら、よーしよし。いい加減、たとえ俺、まさか、ほら問題ない、ほら全然食べも、海に何かあるのか、
この辺りの人間も付き合ってくれてありがとう。行くぞ。風をしろ。そこだ。くらえ。全力攻撃。ちょっとしたテクニックさ。狩人の小道具さ。風の赴くままに。ほーら、いい子だ。そろそろどんな悩み。完全最初。それはつまりまずはシャブ業所に戻ろう。ああ、だけどこの前週末版を。わかったわかった。ほらさあ。行くぞ。くだらない。無駄だ。君たちの言ったに、その人間の赤い芝居思い出した。ああ、よかった。正直言って。じゃあ悪いが、うん、主人の名前だが、まさか犬少将がずっとそこにいるの。犬少将の例えば。そういったものはついてきてくれ。この区内。これはありがとう。それじゃあ、しましょう。それとお嬢様が好きな。犬少々、どうして名前。主人を待っ。安心してくれ。やっぱりよかった。俺がいなず。誰しもな。週末版。週末版だけど、今は。これからは。まあ約束だ。これからも機会があったら。それと、くだらない。ここだ。こんなに早。犬がおなく。太郎丸が。そういえば人間は人間のあんな風に野外をさまよ。頭をな。でもそれもそ。前に見た時手助けが必要にな。そうそう。だけどあの子たちの。それはいい。うん。これで十分。どれもすごく可愛いね。うん、色の合う。実は最初、今でも覚えてるよ。あの時、それである日。でも最後はもう。で、それで、そいつは俺を。そうして俺。お偉いさんの目。だけどこいつら、たとえ俺が悪い。俺ばかりこんなに。な。先に処理。それにこのセーター、これなら。そしてその時になれば生きて。このせ幼稚な感が。それに
前からずでもどこういう時外に行きたいの？もし休みの日はそれとも鳴上島、そういえばどうかな。いいよ、離島には詳しい。せっかくのや、行くぞ。だいぶ離島に来てな。でも考えて、モンドは今、ああその後と、その結果、まあここはリーユ、君もリーユエでこの世。お二人さん、せっかく来たんだし、例えばお客さんはどちらが好み？俺はせっかく来たんだし、ただしトーマさんが問題ない。かつての離島は俺の故郷の雰囲気を醸し出していた。自由な貿易、文化、そして自由な生活をね。ここは俺がいなず、ただもん、確か父さん、ただ残念、それがまさか。そうだね、君はモンドから、あそこの、その時は一緒。鎖国令が発令されてから離島は衰退していった。かつての自由な風にとって変わったのが頭上のモヤだったのさ。皮肉なのが、そのモヤがあったからこそここは俺にとって絶好の舞台となった。トーマさん、今日はお友達といらっしゃったんですか？何か買われます？それじゃあ狐のぬいぐるみを一ついただこうかな。鎖国令が発令されてから商業も不景気でね、商人が様々な困難に遭う中、万国商会が立ち上がったんだ。ここはもうよく知ってるよね。安心してくれ、クリス会長。彼も大変。トーマさん？トーマさんで、俺たちは、いえいえ、先日恩を受けたい。俺が、はい、これこそ何より気に入ってく、おうこれは、はい、では、ああ、なんとも、食べてみるかい？手だれの職人技によって、うん、今度機会が、よし、このまま道に。毎回離島に来るたび新しい感覚を得られるんだ。まあ、あまり時期とは関係ないかもしれない。その、君とこうして歩けることがとても嬉しいんだ。離島に来たらここの景色、いつか鎖国、その時は、さあ、今日はここまで、ん？まだ他にもいくつか行ける。今回はもう君が楽しければそれで十。そうなのか？こ、あ、これはほ、なんというか、いや、簡単な例。俺は彼を、相手が持ったけど君が送ったものは、じゃあせめてこれは、だが昔俺がいなず、とにかく最近何って、ああいうやつ、あいつのか、なるほど、道理で。はあ、おし、俺たちはご苦労さん、悪いね、ちょっとしたよ、まあだが大し、裏で罵し、そうだと思う、ん、そう思って、俺は別に、でもそのアドバイスが理にかなったものなら、じゃあ、何かトーマ、トーマはいそ、シャブ業所で、トーマはこの、お庭を掃除します。
屋敷でない。行くぞ。あら、実はさ、来月のま、でも貨物船がか外のし、でもその明らかに私たちからぼ、私たち実は昔ね、それ以来、それにシャブ業はしょ、数正と祭りがう。そのこと確かに俺もまだなんと、もし気に、でも当初の予定、それが仕方ない。行くぞ。この値段はもし待つ、おほん、助けて、おい騒ぐ、こいつシャブ業、ちおい、ま、ふん、また会った、また、お前が、俺が落とし、この石親切、今回はお前たちが俺に、聞いたぞ、もうすぐか祭りが、うん、しっかり、そうじゃ、その手に、たとえどうやら分かれ、時間は貴重、まあどうやら町奉行所、いや優作の子、貨物は俺だ、さあ行こう。おお、とお前がここに、うん、俺の友達、友達、まったく彼とは今日は何、この前、なんだ、まったく他のやつ、でもそんな、ああ、それなら最近、おお、この二つはこの仕入れ先、そして待てよ何見たが、特に分かった、すぐいろいろとぎくだらない、無駄だ。うわっ、お二方とも、こんにちは。それはよか、その、いや結構、礼なら、じゃあ、拘束する、はっ、気をつけて、魔物が現れるかもしれない、行くぞ。はい。無駄だ。見たことはあるかな。くらえ。みんなは俺が守る。もうすぐだ。あと少し頑張ろう。ここまで、は、本当に突然、ここから先、はい、なんてことな、もう安心して、よかった、お前も何日か、それについては、それと、へえ、へいってこ、うん、これで半分、あの人は武器の製作に、さっきは彼と鉄鋼、確かにか、さあ
お、安武から。ほう、ああ、でもなら確かに俺たちが。そんなこと、俺はそれ、まったく俺によ。よし、決まりだ。これで足り、ああ、しっかこの先も安心して。ならいい。じゃ、心配他人のさ。行くぞ。はあ、腰を引く。それはなだが、しかし主人が窮地だ。誰かいるか。お前、俺たちは仕方ない。俺が悪く、俺が悪く、え、俺が悪く。これはトーマ、さっきは俺、今回のない。だから頼む。偽物。わかった。はあ、さて、さっきの仕事どういうことなんだ。おかしい。よし、次は一日休んだだけで、あの商人だったら確かにしゃぶぎ品が売れない。そこで仮に大した君の言って、俺はああ言った。俺にとっちゃ今回は今回